前野慎太郎です。30歳です。釣りをしながら世界を回ってます。23歳の時に初めて海外に行って、そこからずっと今まで続けています。20カ国ちょっとぐらい。ポートモレスビってところから JAL っていう島に飛行機で行ったんです。ガソリンをドラム缶を丸々2つ分買って、物価も日本より高いんですよ。ガソリンもめちゃくちゃ高くて13、4万ぐらいかかって、船で3日2晩、丸々3日ぐらいかけてめちゃくちゃ奥地まで行ったんです。村の中央に連れて行かれて、村の上に囲まれて、何しに来たんだみたいな。ルアーを見せて、魚の絵を描いて、これをなんかクルクルして、ただなんかこう老人みたいなおじいちゃんがテクテク歩いてきて、そのみんなに、こいつは悪者じゃねえわって言ってくれたんですよ。なんかお前はもうこの村にいていいっすね、みたいになって、おー、ありがとう、みたいな、あったんですよ。ただそこの村では、船がなくて、すっぽり入って、抜けなくなるぐらいの幅のカヌーしかなくて、そんなので釣りしてたんですけど、やっぱあんまり釣れなくて、もうちょっと下流の方でやろうと思って、村長直々に俺が行く、俺が送るって言って、来てくれたんですけど、そこで、とりあえず遭難したんですよ。どうしよう、みたいになってるんですよ。で、僕らもご飯も、ないし、飲み物もないし、川の水を飲んで、本当にどうしようと思ったら、その僕が帰るために買ってた最後の一缶のドラム缶のガソリンが盗まれてる。数日間その村で過ごして、村の人もすごい基本的には優しいんで、村のこと結婚しないよみたいな、なんか結構ウキウキなんですよ、向こうの方を。そこもそうだなみたいな。ある日すんごい音が聞こえてきたんですよ。バラーなんだろうと思って、パッと見上げたらヘリコプターがその僻地の村に着地したんです。僕もうダメ元でその方に、ロジャーさんっていうニュージーランドの方だったんですけど、連れて帰ってダルっていうその小さい町まで連れて帰ってって言ったら、まあダメだよって言われたんですよ。仕事できてるし、誰だよお前って感じだったんですよ。なってたら、その夕食が一緒だったんですよ。一緒ってみんなで食べた。その時にロジャーさんが、もしかして日本人って言ってきて、あ、そうです。日本人です。これな。北海道の出身の日本人の奥さんがいるんだよ、見せて帰ったら、妻に何て言われるかわからない、言い出して、ヘリコプターの荷物置きみたいな片隅にぎゅうぎゅう詰めの中がこんな感じで帰ってきたっていうお話ですね。ポケモンマスターじゃないんですけど、いろんな種類を釣りたいで、だんだんこう自分の中で集めていきたいっていうのがあるんですよね。ってなると、例えば南米大陸にピーコックバスっていうすごい魅力的な魚がいるんですけど、ピーコックバスも生まれ育って子孫を残しているその場所で在来種ですね、要は。を釣るっていうことに僕は自分の中でこだわりを置いてるっていうのがあります。外来種を釣ることが悪とか、外来種じゃない在来種を釣ることがすごいとか一切ないんですけど、僕自身その海外でなんでこんなにいろんなところで釣りしてるのかって言われると、その在来種を育ってきた川でに立って釣りしたいなっていうのがすごい強いのかなと思います。やっぱりずっと
僕がこの7年間一緒に海外を旅してきた竿っていうのがあって、それはあのつららっていうメーカーなんですけど、この釣り竿を僕はずっと使ってて、本当にあの相棒っていう言葉あるじゃないですか。で、相棒って、まあ、棒が入ってるんですけど、釣り竿ってほんと棒です、うん、僕の中でこの相棒っていうのがすごい好きな言葉なんですよ。折れたら終わりなんで、その信頼というか、もうこれで折れたらしょうがないよっていう信頼の置ける竿っていう意味では、本当に大切、大好き、溺愛してるのが釣り具です。はい。もともとは広島でずっと釣りをしてたんですね。初めてやったのは中学生で、で高校生から空いた時間を全部釣りに使うっていうので、もう大学になると年間300何十日とか全部釣りに刺されて、大学2年の後期終わった時点で、あと1単位落としたら留年って言われて、そっから僕、大体大学の大学生の方ってみんな、ちゃんと出てたら3年の後半ぐらいから学校ほとんど行かなくてよくなるんですけど、僕だけ1年生に混じって毎日全部授業を取って出てて、で、僕、卒業できたんですよ。そんな時に、ひょんなことで、高知県に、アカメっていう、めっちゃかっこいい魚がいるんだよっていうのを耳に挟んで、当時は全然情報もなくて釣ってる人も少なかったんですよ。面白そうだなと思ってすぐ行ってみたんですよ、アカメの釣り。そしたら初めて行って僕の投げてるルアーに食ってきて、でもあまりにも強すぎて外れちゃったんですよ。なんですけど、もう僕はもうその体験しちゃったもんだから、なんじゃこいつらっていう風になって、もうその次の週も行ったんですよ。そしたらその時に釣れたんですよ。すごくラッキーなことなんですけど、でその時にその見た魚のかっこよさとか、あと引きの強さとかが僕の知ってる魚釣りっていうのを軽く超えてきたんですよ。で僕はその時に初めて、あ、釣りってすごいな、こんなにすごい魚がいるんだって思ったんです。でそのアカメがまた偶然、あの釣吉三平っていうすごい有名な漫画で、あの日本三大怪魚のうちの1匹っていう風に紹介されたんですよ。残りの2匹が、まあ、いるじゃないですか。それがビアコオナマズっていう、ビアコ水系にいるナマズと、北海道のイトウっていう魚なんですけど、まあ、この3種類も怪魚って怪物みたいな魚って書いて怪魚って言うんですけど、まあ僕の知り合いとかもう何年も釣れてない人とか全然ザラにいたんだ当時は。あ、じゃあ僕はこれアカメ釣れたからあと2匹を僕の人生で釣ってやろうと思ったんですよ。それを最初目標に置いたんです。ただ、3、4ヶ月ぐらいで全部釣れちゃったんですよ。その赤目を初めて釣った時から、パンパンってその年のうちに釣れちゃって、僕としてもこれは結構予想外だったんですね。釣れてしまったっていうのが正直なところなんですけど、どうしようっていう時に、海外に釣りに行く方も何人かちらほらいたんですよ。そういう人たちの話を知ってて、あ、俺も行ってみようと思ったのが始まりです。一つ目に行った国はタイですね。LCC で安く行けるっていうのでタイに行きました。ジャイアントスネークヘッドっていう、世界で一番大きくなるライトっていうのがいて、それをまあ野生で釣ろうと思って、ミャンマーの近くに行ったら一個湖があるんですけど、その湖で、なんとか、釣ることができて、それが僕の初めての海外です。働いて、貯まったら海外に行くっていうのをずっと繰り返してきたんですけど、コロナになって行けなくなったんですよね。国内近いからいつでも行けるし、後回しにしてたんですけど、あ、今行けばいいんだと思って、離島だったりとか、普段僕が今まで行かなかった、やらなかった釣りとかを今重点的にやってるっていう感じですね。うわ、すげえ。うわー、やばくないこれ。やばくないこれ。やばくない、やばガチででかいんだけど。
でけー取ったー逆光いや大丈夫大丈夫わーっしゃーでけー15ポンドちょっとまあ写真撮る写真頼むよこれ、うん、ガチでほんとに好きなんだろうなってあの理屈はないあとはあのゴールがなさすぎるというか果てしなさすぎて魚の種類っていうのは何万匹っていて僕今30歳になって、まあ、あと何十年釣りできるんですけどそんなもんじゃ足りねえなっていうのは今すごく感じてて死ぬ時にあれ釣りたかったなって後悔して死ぬんだろうなっていうのはすごく今感じてて今もう現時点で感じてるんですよそれをまあどれだけ少なくしていくかみたいな行動なんですけど多分でもその終わりのなさというか果てしなさも好きなのかなって思います一生挑戦していけれるかなって広島自体結構釣れるところではあるんですここだけでもまあ面白いんですけど例えば日本海の山陰例えば、北九州の玄海灘例えば太平洋高知全部3時間4時間ぐらいで行けちゃうんですね普段働きながら休みの日に釣りに行く方がほとんどだと思うんですけどそういう方がものすごいいろんな釣りにチャレンジできるすごくいい立地にあるんですよね広島ってもうどこでも行けちゃう西日本が広島にいたらいろんなことができる楽しめる一番ちょうどいいエリアなのかなっていうのが僕の広島の魅力なのかなと思います